これ割とバイアスあるかもしれないけど、見た目好きなのもゴールドシップさんかもしれないな。この人がやっぱ人気なの？ゴールドシップさんが。ちょっとじゃあ出走してみますか。はい、行きます。さあ始まりましたよ、レースが。すごい、なんかぽいな。私なんか番組は1回ぐらいしか見たことないけど、こういうの出るよね。鈴鹿賞みたいなの出るよね。ライスシャワー人気。へえ、ゴルシ人気やね。なるほどね。東京レース場、ターフも絶好の状態になりました。十分に実力を出せるレースになりそうですね。すごくない？実況と解説いいの？これ毎回つくの？どうすんのこれ？ちょっと待って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 。え、一番人気スペシャルウィーク、気合い十分、いい顔してますね。何これ変わるの？実況と解説って。え、マジで金持ちの道楽だろこれ。やばっ、何これ。ちょっと待って待って待って、すごくね？背格好うまじゃん。おもれえなこれ。あ、サイレント鈴鹿さん一番上じゃん今。すごい、なんかさ、進行の仕方がうまじゃん。走ってんのに不思議。何これ、スピード感もうま。すごい、これ引いてみたらマジじゃん。引いてみたらマジで馬じゃんこの人ら。不思議、なんで馬に見えるの？何これ、発明じゃない？すごいな、カメラワークの問題じゃないだけじゃないよねこれ。ちょ、ライスシャワーが一番前、今なんかアップだった人可愛いね、今の茶髪の人。アグネスタキオン。え、ちょっと待って、マジで情報量が多い。わからんわからんわからん。なんかおもろいぞこれ。あ、なんかめちゃくちゃ後ろに今一匹取り残されてた。ゴルシ弱くね？ゴルシさん弱くね？これからなんかな。この人可愛くない？この人なんて名前なんだろう。すごい、これうまい。こっから見たら完全にうまい。前傾姿勢の問題かな。なんかうまいこと人間と馬の中間じゃない？ボルシは、ラストで抜くんだ。そうなんだ、そういう特徴も踏まえてんだ。来た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 。スペシャルウィークさんがメインヒロイン、メインヒロインってかセンター的な人。サイレント鈴鹿さんとスペシャルウィークさんが競ってんだ今。スペシャルウィーク、おーすげー。はぁ、なにこれ。素晴らしいレースでしたね。ちょっと待って待って待って、手綱ちょっと一旦待って。手綱さん、なんかやばくね？何これ、発明じゃない？今なんか不気味の谷みたいになってたんだけど。なんかマジで人間と馬の中間だったよ今。不気味の谷っていうか、なんかなんかちょっと面白かった。なんかね、あのね、あのアプリよりも前に、何なんだろうあれ、 PV なのかな、なんか一瞬見たことあったけど、さらにすごくなってないか。なんだろう、なんていうか、近くで見てもそうなんだけど、すごい遠くから見た背格好がなぜか馬だったよね。なんで？カメラワークと前傾姿勢と、あと多分走る時の上下の揺れ動きとかも馬なんだろうね。まあ尻尾もあるだろうし。これ最初に作った人笑い止まんなかっただろうな。マジの中間だったしな。すごかったね今。何なんだ、アニメもそうなんだ。私アニメ本当やってたことも知らなかったわ。バーチャル YouTuber は知ってたけど、ゴルシさんは。さあレースが終わりましたら、次はウィニングライブ、ウィニングライブの時間です。ちょっとね、競馬知識が本当に乏しくて、1回だけやったことあるぐらいだし、私が知ってるのといえば、あの競馬場のすべての椅子になんか関取みたいな感じで全部にチラシが置いてあって、空白の椅子ばっかりなのにチラシばかりが置いてあって、どこも座れないっていう。だからちょっとそういう民度の一幕を垣間見た
ただそれだけだったんだけど私の知ってることはそれだけ競馬で勝利を手にした馬娘と、うんうん、応援してきたファンが喜びを分かち合う場所、うん、ウィニングライブ。ん？ウィニングライブって何？あれ？これ馬娘のオリジナル要素かな？横画面になるの？手にした子だけが立てるセンターは、うんうん、みんなが目指す目標です。ほう、なるほどなるほど。特別なレースに勝利したり、画面横になるから気をつけて。偉大な功績を残したりしなければ歌えない曲だったり。偉大な功績を残さなければ歌えない曲があるの？中島みゆきの糸とかかな。ちょっと待って、ちょっとスタジオモードで横画面の設定させて。よいしょ。これどうやって横にするんだろうな。もういっか。よし、オッケー。まあまあ、その時はその時ってことでいきましょう。見ている私たちの考えもひとしおです。うん、ひとしおひとしお。それにライブを見てその馬娘のファンになる方も多くいます。はあ、なるほどなるほど。馬娘たちにとってウィニングライブは欠かすことのできない要素ということですね。え、ウィニングライブって実際そのあるんですか？あるわけないかヒヒンヒヒンみたいな、なんか馬がステージ上で上下にパカラパカラするみたいなやつはないよね、当然ね。そうだよね。では早速、はい、今度はステージで輝く馬娘たちを見に行きましょう。あ、ウィニングランっていうのはある。へえ、ウィニングランっていうのもなんかそういう何、なんて言うんだろう、あんまり勝負が関係ないお披露目場みたいなことなのかな。ちょ、いきなり横になるらしいんだよな。ちょっとじゃあまあ心構えしていきましょう。おおお、いける、いけそう。響けファンファーレ、おおお、届けゴールまで。ちょっと待って待って待って、輝く未来。うえ、え、えー、ちょ、画面バグりすぎ待て待て待て、ちょっと待てちょっと待て、え、ちょっと言いたいことがいろいろあるって、いろいろある、言いたいことが。え、え、なんかさ、なんかさ、今え、デレステのさ6年分ぐらいが一気に駆け抜けていかないけなかった？6年もやってねえか。やってるか、もしかしたら。え？夢？夢か。なんだ。夢か。今、デレステの5年か。5年分のさ、培った技術、知識すべてが、いや、それ以上か？すべてがなんか、わーって一気に放出されてた。私さ、ちょうど昨日さ、なんかデレステの MV の進化の軌跡みたいな動画を見てたからさ、なんか今すごい発見に取られちゃったんだけど。